今日はあのメルマガの限定でいつもやっております今日の今日雨というコーナーがありまして元朝日新聞記者の鮫島ひろさんという方が毎日ブログを更新しておりますまあ、ほぼ毎日これを読み解くことによっておさをおくさまあというか朝日新聞フォーマットが見えてきて彼らのロジック思考回路が分かって そして口から出まかせ的なものの拡散の方法その文法お作法仕草これが分かってくるということで、まあほぼ毎回ほぼ毎回メルマガの方でやっております今回その拡大版というか一般公開版でお届けしようと思っております T TBS、えー、報道特集を首あじゃなくて、えっと土砂回りでもなくて、えー、っと取材に回るフィールドキャスターになんかなるとかっていう。 要は、スタジオ出演はなくなるというお話の金平茂典さん。元 TBS 執行役員まで上り詰められました金平茂典さん。もうやっぱりですね、昨日、国葬儀の現場に行かれたそうでございます。こちらは金平茂典さんの Facebook でございます。武道館周辺の喧嘩の長い行列と、痛むという人間の心情を最大限に活用した国葬セレモニーの進行を見ていて、僕らの国の現実の一面を見せつけられた気がした。 あ正しく真似をするとこんな感じですかね。えー、正しくもね、えー、四国にうとイギリス BBC の BBC の中継がっずっとあの人カンペ見てるんですよね。まあまあ、そんな形で BBC の生中継のチームと話したら、エリザベス女王のとはずいぶん違う感じがしますの、ね、で、賛否が分かれていると。えー、で確かに BBC は、えー、武道館周辺と国会前から中継していた。でその後、僕も国会正面前に、正門前に正面前に行ってみたら、 予想以上上のの数の人々が国相反対の声を上げていたで小室仁さんが死んだ男の残したものはを歌っていたんだってでここからですね TBS の元執行役員まで務められましたジャーナリストキャスター,キャスター金平重則さんの、えー、その仕事のルール仕草プロフェッショナル的な、えー、紹介します何かと言いますとまず気になるのが BBC イギリスの BBC ですね。に話を聞くと、エリザベス女王とは随分漢字が違いますねとで。賛否が分かれていると。まあ、こういうお話をされたのが、国葬儀が終わって夜の22時、夜10時の10時53分、もうほぼ11時ですね、の投稿されているものです。ところがですね、まさに今はネットがありますの時代で、こちらはその BBC ニュースジャパンです。ドン。 はい。日付注目してください。金平重則さんが投稿したのは夜の11時。たい11時え。ところが、午後5時45分。午後5時45分。国葬儀、まだ行われている時間ですね。に、BBC ニュース。安倍元首相国葬。一般弔問の長い列と抗議の更新。で、これ、著作権とか書かれるとめんどくさいんで、このテロップだけ紹介します。当日の今日になるまで、安倍氏の国葬がどうなるか。見てください。 この行列です。実に多くの人がこうして敬意と悲しみを示しています。並んでいる人たちは安倍氏が大好きだったと言います。東京のビジネス街の中心部で。先ほどとは全く違う光景になっています。これドンガラドンガラの反対のデモですね。会場までたどり着けません。警察が阻止していますので。<laughs> 賛否の声があるとイギリス BBC は正しく伝えております。ただしその賛否の声というよりも、行列は長く続いていて、 えー、しかも安倍氏のことが好きだったということをちゃんと伝えている。えなので、もう夕方の時点でというか、金平さんとお話したタイミングがどこだかはわかんないですけど、えー、反対の声はあるのはある。まあしかし賛成の声に関して、その深い愛情を BBC のキャスターは確認しているということです。その上でもう一度先ほどの金平さんの、えー、Facebook に戻ります。賛否が分かれているとしか伝えません。 つまりここから推定、推定ですよ。できることは自分に都合のいいことしか聞いていない。あるいはちゃんと説明を受けて,みても、自分が伝えたいこと、賛否がありますねというところだけをかいつまんで、かいつまんで伝えている。可能性があるということです。その後も国会正面前に行ってみたら、予想以上の数の人々が国葬反対の声を上げていた。はい。えー、予想以上の数の人々が、 ね、国会の前に行ってみたら反対のデモをやってる時じゃ、予想以上の人が声を上げていた。はい、ここで問題です。金平重紀さんは一体何人を想定して国会証明国会前までとことことこって移動したんでしょうか。予想以上はということなんですけど、予想以上の数の人々が国賊反対の声を上げていたってことなんですけど、この予想というのはご自身の個人の感想ですの話に過ぎません。 えー、まあねなんだかんだ言ってもね5人とかかなと思って10人がいたら5人が10人になったらうわーいっぱいいたいっぱいいたってなりますよねこれがいわゆる朝日新聞の元記者さんの記事を追いかけていった時に確認したおさよくさまあるいはかぎかっこつきリベラルの皆様のおさほ、まあ、こういう書き方するんですよまず最初の前提条件を想像に設定するとあとは何でも言えちゃう 私の想定以上にって言ったらそれはまあうんなよね <laughs> だよねってなっちゃすよなお BBC というのはどういうところかというと、ね、賛否の声があると言っていて BBC が賛否の声があるということはそれは日本も賛否ピピピがあるんじゃないかということを匂わせてに、えー、わせていたわけなんですけど BBC、えー、先ほどの日本の国葬儀に関する賛否の声があるというものを伝えた えー、ツイートの直前にこんなツイートしておりますドーン。BBC ニュース、イギリス王室は謝罪するべき、エリザベス女王死去で、えー、アフリカに再燃した感情あの。そのエリザベス女王陛下のことでさえ、もう訓練にこんな悪口言ってんですよってやるところは、やっぱり日本も海外も、イギリスの BBC も、マスコミの皆さんのやり口っていうのは変わらないようです。変わらないただし ちゃんと両論兵器はしっかりと両論兵器をして別の意見は別の意見として紹介しているのが BBC 一方を僕の予想よりは多かったってやってるのが日本のマスコミだということです BBC で私はですねもうこれからも頑張ってほしいなと思ったそんな話題が今から1年前にありました PR タイムズの2記事より紹介しますドンドン英国 BBC100 ウウイメン 選出クーークーー発信者の石川由美さん初のフェミニズムエッセイ発売男性社会で空気を読んで生きる必要になんてない理不尽に対抗する渾身の一作ということでこれは PR タイムズ川出処房新社川出処房新社さんがご自身で宣伝してあるというページでございますこの方がなんと昨日この「ミヤクチャンネル」でうっかり紹介してしまったというんですね私はちょっと誰だか分からなかったんで えーまあ、この人誰なんだろうなってなんかいろいろとねダラ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 とお話しされていたなというこれが TBS ザタイムのワンンシーンですドン満足に葬儀もあげられない中で、えー、この「三宅チャンネル」角換り的にはそれは違いますよと厚生労働省の方は、えー、もう今から2年半ぐらい前から。 ちゃんと遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀をしてくださいという通達を出しているんで、新型コロコロニュータイプによって満足に葬儀をあげられないというんであれば、これはあの大阪のお父ちゃん、あまた壺、あ、じゃなかったじゃなかった、えっと旧統一教会との関係が明らかになりました。あの辻本清美先生の主張と同じ。あの辻本清美先生もですね、国葬儀反対の論陣において葬,葬式もね、 あのあげられない人がおるのになんツイートしておりましたしたかしそれは口からで任せでせすでこちらの方、まあ、そういう人物ですねというだけ紹介しましたツイッター界のインフルエンサー日本カイラギさんがご本人と探偵してくれてました石川由美さんですねとこういう時にはオープンソースインテリジェンスオシントの手法を使いまして可能な限りの多くの情報を集めてチェックしてみましたというわけでツイッターの検索窓に「 石川由美さんのお名前を入れて調べてみました。ドーン、はい。え、この人のことはご存知ですよね。存じないとは言わせませんよ。あの空通活動の石川由美さんなんですが、マスクしてても丸わかりなのに、なぜ30代としか報道しないのでしょう。顔も名前も知られているのになぜなんでしょう。はい。お茶会さんもなんか拡散してくれてますね。これノートですね。田山隆さんが記事書いてくれたのかな。 えー、これはうちのハチが出てますんで私のツイートですね。というわけでどうやら石川祐美さんかなかなとしときますかなと。ということは TBS「THETIME,」ということはこのインタビューをした人のまあ来歴というかプロフィールというかざっくりとしたことも尋ねずに聞いていたのかそれとも世界を変える100人。<laughs> 世界、BBC によるとですよ世界を変えるかもしれない100人だとご存知なく「失礼ですね」T「TBSTBSTHETIME, 情報を扱ってる情報番組です情報番組なのに」その取材力がこういうところから明らかになっちゃうということでございますまあこれが日本のマスコミのテレビの実力実力といったところでしょうかそれともご存知だったんでしょうかそれ変更報道っていうんじゃないでしょうかさらにですね もうこの国葬儀においてのマスコミのなんか作り込んだものというものは快進撃が止まりません。元北海道儀の小野寺正さんのツイートです。あらら、あの和光大学のシールズメンバーの福田さんじゃん。相変わらずね、わかりやすいわ。変態を押切って国葬決定し、やりきってしまう安倍政権が残したものはこれだったんだな、ということ。え、まさかこの方、シールズのメンバーなんでしょうか その n h k ウェブです。首都圏ニュースウェブ賛否分かれる中で国葬都内での受け止めは、18時7分に配信されている記事です。で、いろいろな方に NHK は取材をしたようです。ところが、国会前で開かれたデモに参加した福田和歌子さんは、第2次安倍政権の2015年から翌年にかけて、これ翌年って平仮名なんですね。大丈夫かなこれ。まあまあ、ともかく。 シールズのメンバーとしして安全保障関連法の廃止などを訴えましたシールズというともうアベガーというか特定の考え方があって今は今やってるかどうかわかんないですけれども当時のままで本当に参加してるんであれば明らかな色付きそれ一般市民でしょうか。かくカくクカクしかじかでと聞いたらシールズでしたあそうですかじゃあちょっと今のお気持ちをというんであれば先ほどの TBS「THETIME,」タイムにおける「 世界に選ば、世界の100人に BBC が選んだ。そんな素敵な、素敵なのかなまあ、その女性を誰か分からずに出してしまう。30代の女性としか出さない。TBS よりは NHK の方がマシ。マシということになりますよ。しかし、今はネットがあります。こちらのツイート。 インタビューー受けているシズこのの後も NHK と共にべったり一緒に行動しているわけだから一般参加者みたいに報じるのはどうなんですかねニュース7こちらの映像見てくださいねこの背景のところここ縦線ここ十字になってますこの柵ですね柵左側縦線横十字つまりこのシーンがバッチリ撮られてたということですこれ NHK ここ NHK ってありますね NHK ってこれも決定的ですよねはい。出演者ディレクターガンマイクカメラってとこですかこれ撮影クルーって言うんじゃないでしょうか撮影クルー NHK N.H.K. の皆さんこれどのようにお考えでしょうかこれはやらせじゃないんですかやらせじゃないんですかこの元シールズのメンバーこの場に来るまでの顎足台とかどうなってんでしょうか まあギャラが出ていくかどうかは分かんないですけれどここまでべったりだった時にその反対活動反対運動だとかデモだとかに参加した人に話を聞いたらそれがシリーズの人だったということはもはやありえないいやありえないとしか考えられない状況になっているそれをしれっと一般の人のようにインタビューをしているまあ一応元シリーズのメンバーとして紹介している点は TBS よりは BBC が 世界に100人に選んだ女性のことを知らなかったのか、あるいはそれを隠した。隠して30代の女性としか紹介しなかった TBS ザ・タイムよりはマシ。マシなのかないや、それってもう変更報道の変更のレベルがどこまでなのかの話です。これしっかりと BPO 入らなきゃいけないわけじゃないでしょうか。金平茂則さん。僕が予想したよりは多かった。ま、あこんなレベル。 こんなレベルが日本の変更報道を支えているんです。あ、支えちゃダメなんです支えちゃダメなんですけれど、いずれも国葬儀反対派だけなんです。ここでもう一個流れ黙っとこう。これらに全部通用する、通じるものってわかりますかそれが CLP、Choose Life Project です。シールズっていうのは、そのシールズの受け皿として、ブルージャパンができたと噂があり、このブルージャパンには 立憲民主党から広告代理店を経由してお金が流れていたそしてこの CLP というのは TBS「報道特集」を制作していた金平重則さんが今月いっぱいまでスタジオ出演をされていた TBS「報道特集」の番組制作をしていた、まあ、よ,より正しく言うと TBS スパークルの社員が立ち上げたのが CLP「チューズ・ライフ・プロジェクト」いずれもをつないだ時にそれがみんな安倍ーであり国葬儀 反反対対だったたの人たちこの変更具合がなぜか CLP につながったというお話でございました。